競馬ファンの皆様、こんにちは。競馬ブック TM トークの時間がやってまいりました。今回は2月23日日曜日に東京競馬場で行われます第37回フェブラリーステークスの展望をお送りいたします。出演者の紹介です。 BS11 またラジオ日経の競馬中継、そしてグリーンチャンネルトラックマン TV でもおなじみ研究ニュース調教取材班の競争正臣トラックマンです。よろしくお願いします。研究ニュースの競争です。進行は研究ニュースの藤原が担当いたします。どうぞよろしくお願いいたします。さあ競争さん、ちょっと最近この TM トークの冒頭で出演者の方に好きな馬券の犬種とか買い方っていうのをちょっと聞いてるんですけど、はい、競争さんはどんな犬種がお好きで買われたりしますか？好きな馬券の犬種は、うん、単勝馬単三連単で、それに合わせて予想も一着になる馬を本命にするようにしてますね。やっぱり勝つ馬を本命に、はい、詰まるところ馬券の種類ってすごい迷うじゃないですか、うん、迷います。めちゃめちゃ迷います。ワイドにしとけばよかったとか、うん、三連複だったら当たりだったのにっていうのはあんまりそういう後悔をしたくないので、なるほど、もう予想はシンプルに一着を当てるものと考えて、うん、なるほど、馬券をそれに沿った馬単系単勝系みたいなのを買うようにしてますね。2着に負けたらまあ悔しいけれど、そうですね、その分でも勝った時が、はい、倍の配当がもらえるわけですからね。そうですよ、ね、馬連よりも馬単の方が当然つくわけなので、うん、なるほど。まあちょっとね、単勝のオッズもそんな2倍3倍ではなくて10倍以上つくような馬、うん、勝った場合のこの馬単3連単っていうのは配当の跳ね方もそうですね、素晴らしいものがありますんで、なるほど。競争さんの、まあ、これからね、予想印見られる方は勝つと、はい、勝つというイメージで、わずか 1% でも勝てる見込みがあって、その馬が単勝万馬券だったら、うん、十分リターンはあるわけだ。今100回買えばね、1回買えば1回勝つんで、トントンですから。なるほど、そういうふうな、予想スタイルですか、はい、でやられていると。で、もう一個、競争さんね、今年に入ってツイッターを何やら、そうですね、ツイッター始めたそうですので、一応昨年の12月末ぐらいに始めたんですけど、さようでございます。おそらくのツイッターで競争正臣と検索、それから研究ニュースと検索していただきますと引っかかると思いますので、ぜひ、フォローの方をよろしくお願いします、はい、よろしくお願いします。私もやってますんで、ついでにフォローしてください。よろしくお願いします。すいません、前置きが長くなりましたが、はい、それでは、競争トラックマンのフェブラリーステークスの予想印を、紹介してまいります。本命が12番のモズアスコット、対抗が5番のインティ、黒三角3番ワイドファラオ、4番手9つ番サンライズノバ、以下ベンジェンス、モジアナフレイバー、アルクトスと7頭印をいただきました。本命はネギシステークスが、まあ、圧巻の走りでした。モズアスコット初ダートで勝ちましたが、そうですね、うん、まあ、初ダートであれだけのパフォーマンスを発揮できるわけですから、スタートで後手を踏んで、うん、まあ、そこからやはり初ダートということで、はいはい、砂をかぶらせる経験もできましたし、うんうん、その中で外から34秒7の末足で、鮮やかに、まあ、豪快に差し切りましたから、はい、レースの3ハウン通過35秒0なので、コパのキッキングが少し点に競り合った、うん、はいはい、少しロスがあったとはいえ、ペース的には前有利の流れの中、うんうん、そのコパのキッキングが58キロの筋量を背負いながらも、はい、昨年以上のパフォーマンスの走りを見せている中を関わらず差し切りましたから、ね、この両馬場での1分22秒7という走破時計も非常に優秀だと思いますし、はい、初ダートであれだけのパフォーマンスが見せられるということは、うんうん、G1 に一番近い馬だと思いますね。なるほど。先ほどその出た1分22秒7というその勝ちタイムなんですが、ネギシステークスが両馬場で、この1分22秒台の決着になったっていうのは、実は2002年の柴田義富ジョッキーが乗られたサウスビグラス、あれ以来、まあ、ちょっとコースがね、まあ、変わってるんですけれども、でございまして、またちょっとね、競争さんを後押しするデータを一つ、見つけてまいりました。ネギシステークスで2002年以降、58キロ以上の筋量を背負って、連帯した馬はわずか3頭、います。その3頭は2002年のノボトゥルー、これがネギシエステークス2着からフェブラリーステークス3着。2017年ベストウォーリアー。これがネギシステークス2着からフェブラリーステークス2着。
2018年ノンコンの夢ネギシステークス1着フェブラリーステークス1着ということで、はい、馬券圏内の確率 100% という、それだけあの58キロを背負って、このネギシステークスで、あのもちろんね、専用校舎とか、はい、もちろん目標がね、先というケースもありますしね、重量背負う馬ですからね、デッパイ連帯したというところで、まあ、そうですね、うん、まあ、モザースコットのあえて資格みたいなのを挙げるとせお、はい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 、今回中2周のローテーションという点ですかね、うん、少しさばきの硬いところがあるから、そうなんですよね、決して、うん、汗の新陳代謝が良くない冬場よりは、うん、暖かい夏場の方がいいタイプなので、安田記念勝ちましたし、まあ、勝った後の反動みたいなのを少し心配していたんですけど、今週の、まあ、調教を VTR で見る限りでは、はい、ですね、11秒台で力強く駆け上がってきましたし、あれだけ動けて、まあ、普通の状態にあるのでしたら、おのずと結果はついてくるんではないかと思いますね。なるほど。一応その立東の、販路で、普段から調教を、取材している三輪トラックマン競馬ブックにちょっと聞いてみました。で、京都さんもおっしゃったみたいに、まあ、歩様がやっぱりちょっと固めの馬です。ただ、今はいくらかマシですし、毛づやなんかも前走時良くなって、まあ、さすが矢作厩舎と使って良くなってきました。今週はルメール騎手が騎乗して、まあ、相手が未勝利馬だったんでね、まあ、当然先着したのは当然なんですけれども、まあ、反応も鋭かったということで、まあ、引き続き、好気配ということで、その状態面、不安の一つである状態面に関しても問題ないということで、まあ、これは結果は、そうですね。はい。モザースコットが一番よく見えた、レントリー使って安田記念なんかは、はい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 。もう毛づやもピカピカで、あの時を100とすると、うん、前回のネギシステークスはまだ85から90ぐらいかなという、なるほど。印象を受けたんですけど、おそらく今回はそれにプラス5ぐらい、95点ぐらい上げられる出来ぐらいまでには持ってきたと思うので、まあ問題なく勝てると思います。まあ、あのサウジアラビアに行ってる馬、強い馬たち見ますけれども、うん、新王者といいますか、まあ、いる王に輝くのはこの馬ではなかろうかということでございます。さあ、それを阻止するべく、昨年の覇者、インティが対抗でございますが、そうですね、こちらはどうでしょう。まあ、昨年、未勝利から破竹の7連勝で、このフェブラリーステークスを制して、勝ちました。まあ、あの時は、うん、もうこのインティがそのまま王者に付いて、そうですね。うん、長期政権を築くのか、キャリアも浅い馬でしたから、はい、そうですね、このまま、ね、頂点に君臨するのかなと思いましたら、うん、思いきや地方の砂が合わなかったり、うん、昔は都ステークスみたいな展開不向きだったり、揉まれたりしましたね、うん、5戦して勝ってないんですよね、そうなんですよね、それを踏まえると、まあ、まだこう G1 で自力勝負になって押し切るというのは、うん、少しパンチ不足というと変ですけど、昨年のフェブラリーステークスは、なんか展開に恵まれたところもありましたから、今回が進化発揮の場ではあると思いますね。前回の東海ステークス控える競馬ができたのは収穫だったんですけど、重い金量も背負ってましたけれどもね、稽古とかでも少し持たれる面を見せますから、はいはい、やはり花に行ってラチを頼らせるような競馬がこの馬にとってはベストだと。で、展開をこう見渡したときに、うん、同競馬といったら、ワイドハラオぐらいしかそうですねいないので、3番に入りました。まあ、枠順を見る限りでは、はい、ワイドハラオが主張する可能性もあるんですけど、ありますね。うん、それはありますね。うん、インティがスタートを決めてそのまま花に立てば、うん、ワイドハラオは引いてくれるんではないかということで、この辺のこの内枠勢のね、この駆け引きといいますか、そうですね、それがまあ、非常にレースの、流れというか、まあ、結果を左右するフェブラリーステークスでよほど強い馬がいない限りは、展開で勝ち馬が変わったりするんですよね。目安としてはサンハロン35秒台を切るところでいくと、うんうん、差し馬が台頭して、はい、35秒を超える平均からスローペースで流れると、うん、前に行ったコパノリッキーとかが、うん、粘ったり、2番手から粘ったりという競馬があるので、展開が一つの鍵を握るレースではある。まあ、今回のフェブラリーステークスだけに言えば、はい、おそらくインティが主張して、うん、ワイドハラオが引いてくれると思うので、うん、そうなったら基本的には前有利の競馬になると思います、ね。なるほど、なるほど。
そのインディもね、立冬の販路で追い切られました、2番トラックマンのジャッジでございます。今週は片持ち一発で内に持たれていたんですけれども、いつもと違って馬場の真ん中を走っていた分だろうと私は思います。でラチを頼らせなかったのは、まあ控える競馬のなった際を想定してのものかなと、あの2番トラックマンは考えたそうです。 その場で、1周前はフットワークがややこじんまりとしていまして、いまいちに思えたんですが、まあ、今週はまずまずバネなる動きをして好調時の姿でしょうと、叩き一辺とはいかないまでも東海ステークスはね、いい状態はキープできていると思いますということでございます。まあ、その展開がちょっとね、はい、スタート集中ですね、本当ね。はい、その展開の鍵を握ります3番手ワイドファラオ。ペースが落ち着くと競争さんは見て黒三角、そうですね、黒三角に評価を上げた形なんですけど、なるほど、前回のネギシステークスは、はい、まあ、5着と上位馬から少し離された競馬だった、ではあるんですが、4コーナーで外を回るコースロスもあったことを踏まえて、うん、まあ、58キロの金量も背負っていましたから、はい、このあたりを考えれば、うん、それほど着順ほどの印象は差はないかなと。で、なるほど、なんといっても5走前のユニコーンステークスは、はい、足抜きのいい馬場とはいえ3波論通過33秒9のハイラップを刻んで鮮やかな逃げ切り勝ちを決めていますから、この東京マイル戦、芝スタートという条件はこの馬にとってベストだと思いますね。ニュージーランドで芝の重賞を勝っている馬です。はい。まあ、このまま芝のね、マイル戦線を歩んできて、このいきなりこのユニコーンステークスで勝ち上がった。そうですね、その時も初ダートでした。鮮烈な、ダートデビューだったんですけれども、展開がそのまま鍵の握るわけですけれども、はい、ゆったりしたペースだったら、はい、インツリーが逃げて、2番手ワイドハラを、これが残る中を自力で、モズダスコットがねじ伏せるという、ねじ伏せるという感じですね。ゴール前のイメージという感じでございますね。はい、そして4番手、ちょっと休み明けになりますが、サンライズノバ。そうですね。はい、このレース過去10年を見ても、はい、休み明けで、休み明け最長ローテーションっていうのがチャンピオンズカップからの、うん、からの臨戦なので、ですね、サンライズノバ武蔵野ステークスからというのは、はいはい、過去10年の中では、うん、基本的にはキリの馬、うん、切らなきゃいけない馬なんですけど、馬券圏内にも一歩も絡んでないので、まあ、でもその武蔵野ステークスは、うん、スタートも決めて、うん、早い流れを正候補の競馬で積極的に、ね、運びましたよね。あの時は59キロも背負ってましたから、はい、まあ、改めて東京コースの適性の高さと能力の高さを示した一戦だったと思いますね。5着に敗れたとはいえ、まあ、敗れたんですけれどもよく粘ったなというね、中身が濃かったと思いますね。あの金量でしたし、基本的には上位馬差し追い込む馬で締めてましたから、この武蔵野ステークス5着というのは中身が濃かったと思います、うん、今回は位置取り的にはどのような、位置取り的には、まあ、陣営の話にもある通り、うん、おそらく出たなりである程度控えるような競馬をするとは思うんですけど、はい、必ずスタート決められるかっていうと、なるほど、そのあたり何とも言えないですね。ありますし、松山君の手腕に期待したいところではあるんですが、うん、やはり前有利の展開と考えると中段あたりにいてほしい。いてほしい。ちょっとこの馬のいつもネギシステークスでいいパフォーマンス発揮して本番でっていうことが、うん、そうですね、続いてたんで、僕は結構休み明けも走るんで、案外このローテーションだと違った過去とは違った結果が出るんじゃないかなとも思ってね、うん、うん、まあ、もちろんあの南部杯の、イメージがね、印象がもう強烈だったんですけれどもね、はい、ワンターンのこのマイルという状況になってますんで、はい、まあ、このまま怖い1頭ということでございます。以上、まあ、競争3の印上位4頭を聞いてまいりました。さあ、馬券の買い目に行く前に、まずはこちらのコマーシャルをどうぞ。コンビニ、スーパーで競馬ブックプリント。はい、それでは競争3、馬券の買い方はいかがいたしましょう。はいはい、ここは本命12番のモズダスコットを中心とした1着固定の1着固定で3連単をやりたいと思いますね。1着のところに12番のモズダスコットを塗って、2着のところに本対抗の三角白市の5番インティ、9番サンライズノバ、3番のワイドファラオ、これを2着のところに塗りまして、で3着のところには印各馬を塗る形で、はいはい、3連単フォーメーションの15点を買いたいと思います。なるほど、わずか15点、
松川15点が万馬券です。なると思いますこれは、ちょっとね、ぜひ15点ですから、私でも買えますからこれ、少ない点数ですけれども、ぜひモズアスコットにまずは勝ってもらって、そうですね、地域の違いをまず見せつけてほしいというところで、モズアスコット1着固定の3連単の、買い目をいただきました。さあ、先日ながら私も、ちょっと、予想の方を紹介してまいります。私本命は、ワンダーリーデルにいたしました。こちらの動画ね、ネギシステークスの時に出させていただいて、ね、その時もワンダーリーデル本命ですと言ったんですけれども、まあ残念ながら8着に敗れまして、大変その説はご迷惑をおかけいたしました。実はでもね、この馬中8周以上間隔が開いたレースではね、3着が最高着順だった。それはね、分かってたんですけれども、やはりチャンピオンズカップも敗れたとはいえ、非常に出来は良かったと思いましたし、中8周だったんですけどね、そこからね、仕上がりもよく映ったんで、ここで来られるぐらいだったらと思って思い切って本命にしたんですけど、まあ、結果は良くなかったと。ただ、中8周以上開いた際はその3着が最高なんですけれど、その後、休み明けを叩いた2走目に、中4周目で出走した際の成績は、並べますとね、1-1-1、1-1着。5戦5勝なんです。今もう典型的な叩き、2戦目に良くなる馬という、叩き両方の馬なんですね。で、ネギシステークスのレース後に、インタビュー取材に行ってた、研究ニュースの藤田トラックマンに、ちょっとね、どうだったかなっていうことをちょっと聞いてみたら、いや、もう横山のりひろ条件も、次はね、抜けての今回はステップだからと。何かこう、次は良くなるという感触をこう、掴まれたような、コメントをされてたというふうにね、藤田トラックマン語ってましたんで、で、私もやっぱレース何回か見直したら、専用のペースに合わせるというよりは、むしろこう、なんていうんですかね、次を意識してゆったりと戦力の、ペース、自分を戦力600メートルのイメージで運んだようなレースだったようにも見受けられました。次こそは変わってくれるんではないかと思います。まあ、ちょっとオーストワークなんでね、うちに潜り込むか、前が速くなるようでしたら、私はぜひ、ちょっと前、競り合って、もらいたいなと思うんですけれどもね、武蔵野ステークスのようなシーンがあってもいいと思います。馬券の方はその単勝ワンダーリーデル、それから馬連でワンダーリーデルから、終始インティ、ミューチャリー、ベンジェンス、モズアスコット、サンライズ、ノバ、ケイティ、ブレーまでの馬連、あとやはり地方馬が気になりますので、ちょっと3と言うんですけど、私は未知の魅力でミューチャリーという馬ね、これをちょっと黒三角に評価いたしまして、前回の川崎記念前行って止まったんですけど、あの競馬がね、刺激になってカンフル剤になって、今回結構いい位置取れるような気がいたします。はい。いい負け方だったと、あのレースに関しては、ね、思いますんで、これをまあ、3番手に置いたいんで、これとのワイドだけ、来たら悔しいんで、14番、16番が抑えさせていただきまして、こういう買い目にいたしました。以上、藤原の予想でございました。さあ、お送りしてまいりました、競馬部 TM トーク、エブラリステークス、競争はもういよいよ G1 です。早いですね、そうですね。東京開催も早くももう終わりまして、この間有馬が終わったばかりぐらいの本当早いんですよ、ね、まだ年が明けたばかりだっていうのは気がするんですけども、はい、G1 がね、もう3月まだですけれども、もう中山が始まって、もうトライアルシーズンも竹縄になって、クラシックもうどんどん行ってね、もうあっさりダービー長崎県なんてね、もう年の半分が過ぎるんですけれども、そんなことはないんですけれどもね、ぜひね、競馬皆さん楽しんでいただければと思います。はい、そのお供に競馬ブック、そして研究ニュースをぜひ手にお取りになってね、一緒に競馬を楽しんでいただければと思います。本日の動画以上でございます。本日もご視聴いただきどうもありがとうございました。